皆さんこんにちは、バイスプレイヤーの沙織です。今回なんですけど、3月21日に発表されるブシロード TCG 戦略発表会2023永遠のマイターンで、発表されるであろう禁止制限について予想していきたいと思います。左学よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、我々制限予想動画おなじみなんですけども、今回も ねチャンネルのねみんなで話し合ったね、はい、で我々チャンネルの総意で今回禁止なんですが、なし、はい、なし。理由いきますけど、はい、お願いします。なんか私が個人的に思うことなんですけど、シーズンメンテナンスってなんかそのシオコとかスーパースターみたいに本当にルール上やばいやつ、はいはいはい、とかそういう危険性があるもの以外はかからないんじゃないかなと思ってて、まあそうですよね、うん、で今後そういう危険なものが出てきた時のための制限よりこうスパンを短く置いておくクッションみたいな保険、まあそうですよね、今まで半年に1回だったけど、うん、そう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 、危険なのが出てきた時にちょっと微調整するための、うんうん、なんかそういう保険のイメージがあるんで私はないって予想しておりまして、まあ今回はみんなもないだろう。そうですね、まあでっかい大会ないなかったですからね、その前回の制限から。そうね、で今回かけるならオーバーロードとソードアートオンラインってみんな思うと思うんですけれども、うん、今左側くんが言ったように公式大会で結果を残してるわけじゃないんだよね別にね。そう、まだ実はデッキとして新しいんですよね、その2つって出てきてから。そう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 、新しいし、もう使用率が異常っていうだけなんですけど、全部 CS 非公認の大会、うん、そうですね、まあ最近松井五段氏とかが非公認公式とかで上げるようになってるから、ちょっと片鱗はあるけど、まあないでしょ。そうですね、まだ様子見の段階ですよね、多分その CS のあれとかも、うん、でオバロだ SA オーダーって言ってるけど、もうホロライブとかちょっと相当やばそうだし、そうだ今回その、うん、で下手に制限かけちゃうとやばそうっていう、その環境が壊れちゃいそうっていうのはちょっとかからない理由としてはありますよね、うん、強くなりすぎてる。このタイミングでかけるのはないかなっていう予想がね。そうそう、そうですね、もうちょっと様子見なのかなと思いますね、うん、で今言った通りそのオバロ SAO、 あと最近なんかキーも結構ねキーとか言われたりしてるから、八門キーですね、うん、そうキーって言われたりしてるから、あの実は環境的には悪くないんじゃないか説を私は唱えている。まあそうですよね、なんか1年前と比べるとね、うん、一強でもないし、そう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 、いい感じにね、うん、環境回ってるような気はしますよね、なんとなく。でそのオバロ SAO キーの中でも相性っていうのがあるのも面白いし、そうですね、だから競技としては面白い環境ではある気がしますね。好き嫌いは置いといて、うん、まあ、悪くないんじゃないかなって実は思っておりますと、うん、はい、で逆に解除なんですけども、はいはいはい、あります。ちょっとおもかたさんが出てしまいましたけど、まあ何も似てなかったのが面白いですよね。ちょっとね、思い出せなかったもん。でまあ解除いっぱい予想しました今回。まず新しい目の解除、まあ、最近禁止になったやつはさすがに触んないで、うん、ちょっと古いやつは解除あると思います。まずサンシャイン、ラブライブサンシャインとかぐや様、はいはい、これはいいんじゃないかなって思ってるんですが、どうでしょう。そうですね、この2つなんかかかってるカードがシスカなんですよね結局、うん、でなんか最近ね、最近って言ってもホロライブですけどシスカが強くなりすぎている、うんうん、だからかぐや様とかね、本当に今全盛期の戻ってきても別にちょうどいいんじゃないかぐらいの。そうですね、逆にね、うん、ちょうどよく環境に戻ってこれたり、ね、せっかく追加も来てるのにね、あんまり使用者がいないんで、うん、そういう意味で全然解除していいんじゃないかっていう感じですよね、かかってるカードたちが。サンシャインはあれだけはダメです、あの未来チケットようちゃん1枚だけはダメです、うん、未来チケット用1枚制限だけ残して 今かかってる4ルック、うん、ルビーとリコちゃんの選抜を解除してもいいんじゃないかっていう。そうですね、そうすれば環境なんか面白くなるんじゃないかなってちょっと思いますよね、うん、続きましてシンフォギアのアマルガムクリスだけ外してもいいんじゃないかな。今4種選抜なんで、なんかまあ結局キリシラが並んじゃうとやっぱり終わってるのはまあ変わんないと思うんだ。まあまあ結局今でもあの動きはさすがに強いんで、うん、あなんですけど、でまあ一応今だとイベント引っ張ってくるのとその調べ自体が選抜になってるから、そうですね、まあ4ルックぐらいはじゃないとシンフォギアも何もできないもんね。そうです、なんか有識者の方曰くあのアマルガムクリスがかかったことによりもうデッキとして死んじゃったらしい、本当に何もできなくなったらしいんで、
さすがになんかもうほぼ最速禁止からの使用者壊滅しましたってなってくると、シンフォギア自体がね。そうですね。だから、まあちょっと様子見ではありますけど、そこを解除してはありなんじゃないかな。まあ強いシスカってのもありますからね、その。うん、まあこれ自体強いね。まあ強いですけど、まあでもやっぱ最近のね、あのレベルゼロのカードパワーでいったら、うん、まあちょっといいんじゃないかなって思いますね。あと、まあ同じくピンポイント予想で、バンドリの、クライブアリサ。まあ毎回。もう一生言ってますけど。1年前から言っている。もういいでしょ。もういいでしょ。うん、もういいでしょ。しばらく追加もないし。山ぐしゃぐしゃにして、6周年だしいいでしょ、カルパ。そうですね。アルパ6周年解除呼びクライバーリさん。解除呼び、そうそう、クライバーリさん。もしかしたらもう超大穴で、あの、逆圧縮、いつもの光景って言われる、もう全解除になるかもしれない。もしかして、6周年。ああ。それはダメだ。禁止カードだけそのままに算出選抜解除。解除になるかもしれない。でもそれでは、それでなんか面白そう。いやいや、強い。あ、まあでも、バンドに別に使用者いるからな。そうなんですよ。いるんですよ。結局、門の、ね、あれが強いんで。うん、物爪が強いからいるんですよね。から、まあ、アリサだけ、まあ、クライブのアリサだけ、クライブアリサだけかな。で、まあ、残りはサエカノですけども、あの、悪いけどダメです。サエカノはダメですね。ダメです、ごめんなさい。これはシスカが強いんじゃないんでとか、そういう次元じゃない。シスカも、そう、シスカも強いんですけど、シスカが行き着く先がちょっと終わってらっしゃるんで、ダメです、ね、そうそう、ダメです、ダメです、残念だから申し訳ないです、はい、で、フェイトなんですけど、フェイトは非常に迷ったんですが、あの、理由がちょっとね、あんだよ、公式に書いてあるやつで、ストレスとか。そうですね、制限理由みたいなのありましたね。あるけど、多分どっちかというと、この制限理由が、そう、遅延寄りなんだよね、フェイトって多分。そうですね、なんか。ソウルマイナス回復、うん。回復耐久だから。で、回復耐久の帰ってこなさっていうと、着替え中のシリル。もうね、何年帰ってこなかったって感じですからね、あれとか。誰も使ってないのに帰ってこないみたいな。ところあったから、やっぱちょっとフェイトはこれ以上は難しいと思う。さすがに慎重なんじゃないですかね。ということで、まあ結構解放されるんじゃないかなっていう予備ですね。そうです。去年もあの解除ありましたから、シーズンメンテナンスの時に。そうそう、私もシーズンメンテナンスだから何も動くわけねえだろうバカタレって言ったら、いや去年は解除ありましたって言われたから。そう、去年あったんですよね、実は。すいませんと思って今回はこういう予想にさせていただきました。はい、ということで、まあ、あとね、ブシロード戦略発表会、永遠のマイターン楽しみでございますけれども、はい、なんかタイトル参戦発表とかもありそうじゃん。まああるでしょうね、なんかあるでしょうね、ゲストいっぱい来るし、うん、そう、目玉の発表がいくつかあるでしょうね、うん、きっと。なんかある、これ来るんじゃない。まあ、やっぱありそうなのはもう1年経ってるし、プロセカ。ああ、まあ、まあ、私もね、予想、まあ、はい、プロセカなんですけどまあもうね、来てくれて、来てくれって感じですよね、予想じゃなくて、うん、だからもう言っとくのが、てか、あのプロセカのオートゲーの大会自体でバイス・シュバルツが協賛してるから、ブシロードじゃなくて。そうですね、だからもう、うん、追加確定してるようなもんなんですけど、いやいつかっていう、でもなんかなんとなくゲスト的にこなそうっていうのもありますよね、うん、ああ、いや、裏を書いてきそうだからねねちゃんを4枚みんな買っときなさい。ああ、なるほど。じゃあゲスト、ま、うん、ゲストマチコからの参戦発表。そうそうそうで、ねねちゃんを4枚買っときなさいっていうね。まあちょっと、あの、マチコは来てないけど4枚買っときなさい、ね、マチコ危ないから。なんか下の方に、あの、専用ページにちっちゃく下の方に当日スペシャルゲストありみたいなこと書いてあるので。あ、じゃあマチコだよ、マチコなんでそんな、なんでマチコ確定なんだよ、他にいるだろうってマチコ来てもすげえけど、で、誰か来るかもしれないから、わかんない、あの、ミクくかもしれないから。まさかの藤田咲。そう、藤田咲。いやいや、違う、あのあれ、映像で、あ、映像で、AR で、映像で、そうそうそう藤田咲ではなく、そう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 、映像で来るかもしれないから、まあ、うん、演出としてはすごくありですよね。スペシャルライブとかあるらしいんで、あの、買っといてください皆さん。まだまだ1000円なの、まだ1000円でいける、4枚4000円で買える。そう、まあ、そういう SAO のキリト君みたいになっても知らんぞって、ね、4枚1万で買えない時代が来てしまうかもしれないんで、ぜひこの動画を見た人は買っといてください。はい、ということで、ねねちゃんのまちこさんの話が一番長かったこの動画なんですけどはい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。